どうも、松です。今回はですね、リクエスト動画になります。で、今回のリクエストはこちらです。はい。で、こちらに関しても YouTube のコメントなんですけど、鼻の穴を縦長にする方法を教えてくださいっていうコメントがあって、で、結構そのコメントに皆さんもコメントしてて結構まあ気になってるっていうのがまあ分かったので、今回はまあ動画にいたしました。で、まずですね、この鼻の穴が横にね広がっちゃう原因があるんですけど、まず一つ目がですね、まあ、基本的に今遺伝です。その遺伝でわりかしその鼻の穴のですね、まあ、広さが決まってきます。まあ、そこに関してはまあちょっとね仕方ない部分もあったりするんですけど、今後のその自分のトレーニングだったり、そのセルフケア、あとは生活法で鼻の穴自体の大きさだったり、その縦長にすること自体は可能ですので、まあ、遺伝であってもまだですね、まあ、諦めないで今からその教える方法をちょっと試して、地道にね試してやってみてください。で、2つ目が口呼吸です。で、なんで口呼吸でその鼻の穴が広がっちゃうかというと、普段ですね、まあ、鼻で息をすることによってこの吸う時にこの鼻の筋肉を使ってます。で、その筋肉を使えば使うほど鼻自体はですね、こう引き締められるっていうのはまあ前から言われておりまして、で、日本人自体はちょっと口呼吸が多いので、まあ、鼻がですねその広がったり低くなったりしている方がまあ多いんですけど、それに関してはまあその口呼吸が原因となっております。なので、まあ普段からですね、まあ、口呼吸になってしまっているっていう方は鼻呼吸を意識してやってみるといいです。あとはですね、その鼻呼吸に変えることによっていびきだったり歯ぎしりだったりっていうのも改善されることもあるので、ちょっとまあその無意識にやっちゃってるかもしれないんですけど、口呼吸でやってるって気づいた時はもうすぐね鼻呼吸に変えてっていうのをちゃんと繰り返しやっておけば習慣づいてくるので、ちゃんと鼻呼吸を意識して行ってみてください。で、3つ目なんですけど、3つ目がですね、ここに頬にですね大胸骨筋と小胸骨筋っていう筋肉がですねついております。その筋肉がですね、まあ、固まってたり凝ってたりして、その外側の方に引っ張られてるっていう方が多いので、で、そうするとどうなるかというと、こういう感じになってしまいます。で、それによってその鼻の穴がですね、まあ、広がってしまうっていう方もいるので、まずはこの筋肉をほぐす方法も今回教えていきます。あとはですね、その鼻をほじってしまうことによって鼻を広げてしまうっていうのもまあ原因になっているので、できたらまあ細くねはティッシュだったりを使って鼻の中をまあ掃除するなど、まあ工夫をしてやってみてください。ではですね、まあ、今の原因を踏まえてそれに対するまあセルフケアを今から教えていきますので、よろしくお願いします。それでは早速やっていきます。はい。で、まず最初に言ったその大胸骨筋と小胸骨筋をほぐしていきます。ここですね、この筋肉なんですけど、で、やり方としてはこの唇の口角の上からくるくる、で、頬くるくる、で、耳の前をくるくる、これをだいたい30秒ぐらい行っていきます。で、ここのね筋肉っていうのは口角を上げる、まあ、作用になっておりまして、で、これをほぐすことによってよりまあその笑顔だったり口角を上げやすくなる、あとは滑舌を良くするっていう効果もあります。そしてここをほぐすことによってその頬だったりにその脂肪がつきにくくなるっていうまあ効果もあるので、まあ、一石三鳥ぐらいのね効果がありますので、なのでちゃんとこの大胸骨筋と小胸骨筋をほぐしてください。はい。そしたらですね、今度はこの目頭の下ら辺で鼻の横ですね、ここをこう真横に引っ張って戻す、引っ張って戻すっていうのを20回行っていきます。で、これに関してはここにその大胸骨筋と小胸骨筋が筋肉でつくんですけど、これをすることによってよりね、まあ、ほぐれる効果が上がってきます。あとはそのねほうれい線にも効果ありますし、特にですねこの口の上っていうのは脂肪もつきやすいので、筋肉をほぐすことによってこちらに関しても、まあ、脂肪がつきにくくなるっていう効果もあります。これをねやってると、まあ、唾液が出てくると思うんですけど、体にとっては
とてもいいことなので、しっかりね、まあ、ここはほぐしてやってください。はい、結構ちょっと赤くなってきました。はい、そしたら今度はこの鼻の横ですね、ここを押さえます。で、ここを押さえてえ、お、え、おっていうのを10回やっていきます。で、こちらに関してもこの鼻横の筋肉をほぐすことによって、その外側に引っ張られているのを防ぐっていう効果があります。これ10回ですね。ではやっていきます。え、お、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 え、お。はい、ではですね、今度はですね、この片方の鼻で息をするっていうトレーニングです。まずは右の方を塞いで、左の方だけで呼吸をします。で、これを10回行っていきます。で、そうすることによって、こっちだけまあ重点的に、で、その鼻で呼吸した後は口で吐くようにしてください。ではやっていきます。そしたら反対の方も行っていきます。はい、で、今のはですね、まあ、鼻炎だったり鼻水が詰まっている方でできない方は、ちょっと先に病院に行って治してから行ってください。はい、そしたら次はここのちょうどね、まあ、画像で出すんですけど、この骨があるところとその軟骨になる境目があると思います。そこを手で押さえて上に持ち上げます。で、これを20秒キープしていきます。ではやっていきます。はい、で、これをすることによって、その軟骨自体もその出してあげる、成長させて、そうするとその小鼻も上に行って縦長にするっていう、まあ効果もあるんですけど、鼻自体を小さくするだけだと、まあバランスが悪くなるので、プラス鼻を高くして鼻の穴を縦長にするっていうのを、まあ考慮して行っていきましょう。はい、次はこの一番先っちょ、これも20秒持ち上げていきます。こちらに関してはバランスを考慮して、鼻先から高くなるように行っていきます。ちゃんとね、形状記憶で軟骨に覚えさせれば、鼻もですね、まあ、しっかりと変形してきますので、地道に継続的に行ってやってみてください。はい、そしたら最後にですね、この下から上に、この豚さんポーズですね。この豚さんポーズを、まあ、軽くでいいんで、ちょっと上に傾けるぐらい、これです。これも30秒行っていきます。で、これをすることによって、今ですね、しっかりとその鼻周りの筋肉、その大胸骨筋と小胸骨筋がほぐれていることによって、今鼻自体をまあ変形させやすくなっているので、こちらに関しても、その鼻の穴を小さくして縦長にするときに、まあ、効果的なやり方となっております。思いっきりねしすぎると逆にね、その鼻の穴が広がってしまうので、ポイントはその自分の理想の鼻の高さで止めます。あとはその理想の形ですね、ここはなるべく三角形にしたいとか縦長にしたいところでしっかりと止めてください。はい、で、今のがですね、その
鼻の穴を縦長にする方法です。で、今のを1日2回行ってください。やっぱり鼻ってその変わってくるので、これに関してはだいたい2週間ぐらいで鼻周りが、鼻の穴自体が高くなってくるっていうのは実感できると思います。あとできたらこの仕上げに鼻栓、鼻ピンですね、鼻栓をして、鼻栓でまあ10分から15分置くとさらにですね、まあ効果を引き出すことができるので、そちらをまあおすすめしております。で、鼻のマッサージを行った最後にはその氷だったりその冷たい水で冷やすことによってそのキープさせることができるので、このマッサージ終わった後は冷水で顔を洗ってやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いします。ではまた。